あら、ドコムスくん。特に用、用はないんだけど、来ちゃった。マジの元カノのセリフやん。ナオミミホミミホミキ元カノのテーマね。こんばんは、ドコムスです。今日はですね、飛び出せ動物の森アミーボプラス実況プレイやっていこうかなと思います。前回までついてなかったアミーボプラスっていう字がついてるんですよ。あのね、実はね、飛び出せ動物の森っていうのは後からこのアミーボプラスっていう作品が出てまして、で、僕知らなかったんですけど、なんて飛び出せ動物の森を持ってる人は無料でアミーボプラスにアップデートできちまうらしいんですよ。で、僕実はね、今回ね、アミーボカードを使うためにカードリーダーを買ったんですけど、どうやって使うのかなって検索してたら、その事実に気づきまして、なんと無料でね、紙アップデートしてたんです。これ僕は2022年の7月18日に知ったんですけど、世間的には2016年の11月の出来事だったらしくて、僕6年越しにね、この紙アップデートに気づいたんで、存分に楽しんでいこうかなと思います。お、何、こっから始まんの。ひずえさんだ。伊豆さん電車通勤なんだね。何笑おうと思った。これ俺にしか分かんないんだけどさ、ゲームのさ音量が1秒に 0.1 ずつ勝手に上がってくんだけど。え、何これ、バグってる。なんで、なんだこれ。パソコン殴ったら治ったわ。デンって、パソコンに腹パンチを直った。ドン。昔のテレビみたいな感じで。いや、こんなもん新作やん。このフェルトチケットは新しくできたオートキャンプ場で村のお店にはない珍しい商品を購入使えるんです。あ、なるほど。どうぞクラスサポートセーブに登録いただいた方にはフェルトチケットが最初に10枚支給されますので、よろしければこの後オートキャンプ場を見に行かれたいと思います。この後行ってみよう。地図に追加された新しいマークがオートキャンプ場の入り口ですか。右下にアマイトンだ。ふむふむ。トパカにふるさとチケットにオートキャンプ場。なんだかいろいろ新情報。まずはソパカと赤い端末をチェック。CM なんよな。なんかその新しくできたオートキャンプ場とやらに行ってみようかな。わ、すげえ。坂できてる。おー。お、パニーいるやん。え、もしかしてパニーってこれが初出だったの？車自慢のキャンパーたちがあちこちから集まってくるからさ、気軽に話しかけてみるといいよ。あー、なるほど。むちゃくちゃ寿司売ってる。すげえ、すげえ、ちゃんと高めの寿司売ってる。その時むちゃくちゃ寿司と子供だましの輪投げ売ってる。これ誰か来てるってことだよね。誰が来てんだ。お、ローランじゃん。あ、なに、住民以外も来るってこと。これすげえ、魔法のランプ売ってるやん。これパクれないの。これ運転席座れんのかな。お、座れる。あ、ごめん。これめっちゃうるさいよな。ここに多分アミーボカードを使うと、車ごと呼べるっぽいのよ。それもちょっと後で試してみたいなと思ってるんですけどね。今、攻略サイト見てきたんですけど、このアップデして、次の日以降の朝の10時から夕方の6時の間に出るんだって。夜じゃないんだって、ゆうたろう。なんで一回セーブして、次の日って、え、なに、風船？どこ？風船どこ？何こいつ。声、なんかいるな。声し、風船ねえし。あ、そういえば被り物。今日は下目になった記念に特別に一つ恵んでやるかも。え、マジ？やった。虫の被り物かぼ。いらねえ。お、かっこいい。このままにしよう、今日。やったー。全然人いないじゃん。本当に出てくんのこれ、ロッキー。ロッキーじゃねえ。ロッキーは出てきたわ。ゆうたろ出てくんのこれ。あ、メガホンで呼んでみるのいいね、確かに。ゆうたろー。
返事がない。ただの屍のようだ。しばゆー、しばゆーは絶対シェリーが反応すんだよな。しばゆーとしての自覚がすごい。シェリーようじゃないのかな、もしかして。あ、あのお急ぎのところ申し訳ございませんが、こちらの方へ来ていただけると助かるのですが。こっち？ゆうたろー。おい、一方通行かよ。どっち？お、あー、よかったです。どうも、はじめまして、私モグロ福蔵と申します。気づいた？俺が何の真似してるか。よし。おお、かわいい。パッパラパー、私をお呼びになったのはあなた様ですね。私ランプの性能ゆうたろうと申します。どうぞお見知りおきください。では早速願いを叶えて。あれ、なんだか体がムズムズする。ああ、このままだとランプに戻ってしまいます。乗り移る体が必要です。 NFC リーダーライターの電源を入れて読み取りの準備をしてください。私が乗り移る住民の動物の森のアミーボをタッチしてください。でさ、俺ここで秘宝なんですけど、配信用の DS の本体ですね、赤外線機能がぶっ壊れてまして。NFC ライター使えません。というわけで今回対策を持ってまいりました。久しぶりの男の直撮りで、ちょっとこちらのねニューニンテンド 3DS で呼び出してこっちの DS 戻ってやろうかなと。もうこれしか方法がなかった、今日乗り越えるのは。画質悪い。ちょっとアミーボ読み取りの間だけ我慢してください。あと、あの俺が思ってるファイルに多物が入ってなかったんで、ベアード行ってみようかな。まずは、わあ、来た。来た、ベアード。待たせたね、ベイビーとか言ったりするとベアードさんっぽいでしょうかね。あ、すいません、中身はユータロのままなんです。このように私を呼んでくださったご主人様の願いを1日1回限定で叶えさせていただいております。さて、あなた様は何をお望みでしょうか。村に住みなよ、なんかちょうだい。なんかちょうだいって何。なんかちょうだいしようか。かしこまりました。今お渡しできるのは、はい、シャワーを差し上げます。ベアードらしいや。では私はこれで、パッパラパー。あ、これ一日一回なんだ。村に住みなよ。わかりました。ただこんな姿ではありますが、中身は私ですので、本物のベアードさんには今夜中に枕元に立ってお伝えしておきますね。怖えわ。ペッパラペー。え、でももう引っ越してくるの確定なのこれ。じゃあ高画質に戻してベアード引っ越してくるのかやってみようか。待って。あ！来てる。あー、来た！すげえ！ついに来ました、ベアード。じゃあ明日来るんだ。なるほど。なるほど。なに？俺が見に来ること読んでたな、これ作ったやつ。なんでこんな近くに建てた、こんな広いのに。左上とかめっちゃ余ってんのに。うわー、ベアードだ、嬉しい。なんか下の毛が控えめだね。声が高い。僕はベアード、ご先祖様のお告げがあってこの村。ご先祖様と思われてる。ゆうたろう、全然関係ない、ただの幽霊だよなあいつ。あとね、なんかね、
俺もネットで見たんだけど、このアップデートで Wii U とあと 3DS の家具があるらしいんだけど、それを手に入れると別のゲームができるらしくて、それマジで行ってみたいんだよな。フォーチュンクッキーから当たる。フォーチュンクッキーこれだっけ、このお尻みたいなやつだっけ。あー、ゲームコインのやつだ最悪だ、振らなきゃいけねえやつじゃんこれ。これさ、今振ってもさ手に入んの、これ今振ってもあり、この場でスリープにしないとダメなの、この状態で振ってもダメ、蓋閉じないとダメ。じゃあちょっと一回この画面にして、90、1、2、大負け。よし、あ、2になってるやったうわ、初フォーチュンクッキーだ、これ一発で当てないと。俺中からおみくじが出てきた。レギンスをスパッツと言ってしまうジェネレーションギャップ括弧42番、括弧42歳だ。42番は何、バリアスーツレッグ何それ、何バリアスーツレッグって。 Wii U か 3DS くれよ、あと200回振らなきゃいけない。あ、え、さっきの DS に300コインあった、マジで朗報。着てみよっか。何これ、かっこいい、これサムスの足じゃんむちゃくちゃかっこいい。なんか元カノいたんだけどえ、なんでいんの、ここ住民、住んでない住民来ることあんの、なんで、なんでマリリンいんの。あら、ドコムスくん、特に用はないんだけど来ちゃったマジの元カノのセリフやん。たまに遊びに来るんだ。このシステム、あつ森もちょうだいよこれ、めっちゃいいやんこれ。原作のマリリン来ちゃった、いや来ちゃったなと俺に委ねるのやめて俺の食いつき待ちやめてくんない、ガチの元カノムーブやめて。みんな、さっきの不調の理由分かったわ。俺の DS がずっとキーボードの右を押してたわパソコン壊れてね、なんか治ったと思ったら DS 止まったからだ